はい、ワンピースが大好きな神木です。ドーン！ワンピース最新話1126話、落とし前回。この落とし前なんともたまらなかったですね。シャンクスというのはルフィの恩人であり、そしてシャンクスというのをルフィのことをものすごく好きなんだけれども、それ以前にやっぱりね、海賊だったんだと、高みにいる海賊だったんだということをはっきり突きつけられたような回だったと思います。そしてね、衝撃的だったのはやはりラストですよね。エルバフの船からサニー号というのがはぐれ、波が起きた時にはそこはなんとレゴでできたような部屋であったと。波の衣装もね、変わってますよね。あの衣装というのは、まあ、バイキング、まあ、扉絵で言うとゲルズちゃんとかね、それとか百獣海賊団の衣装に似てたんですけど、これおそらく何者かによって衣装も変えられ、そしてその場所にいさせられているというような感じですよね。ということで今回はここをですね、深く考えていきたいと思います。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それでは行きましょう。小田先生とレゴブロック。まずはね、ワンピースオタクというか小田先生オタクからするとこれを言いたいんですよ。小田先生というのはもう20年前とかそれ以上前からレゴのことに関してはいろいろと言及されていたり、お好きだなとこう分かる場面というのが多々あったんですよね。ジャンプの最後に載っている作者コメント、まあ目次コメントですね、そこでも小田先生というのはレゴの話題を過去に2回ほどされております。しかもかなり古いんですよ。それがこの古のジャンプに掲載されているんですね。1997年のものと98年のものです。この97年のものなんて第7話ですからね、ワンピースの。これですよ、まだねセンターカラーの時代というね、ワンピースが。新鮮ですよね。第7話友達会ですね。まあ、シェルズタウンでモーガンを倒してね、ルフィとコビーが食事を食べてそこで別れるとこですね。その回の最後の、目次コメントで、小田先生というのはレゴブロックの海賊船を買った、すごく楽しい出来なんです。少年の心を忘れないレゴの設計者は本当に偉いと思う。ただ対象年齢は5歳から12歳。ああ、栄一郎と書かれてるんですけど、小田先生が少年の心を忘れてなさすぎますよね。27年前ですよ。この対象年齢5歳から12歳というのも、まさにね、小田先生が目指している少年漫画のね、まあ読んでいる層なわけじゃないですか。そこを今回ね、エルバフ編にこう持ってこられたというところがたまんないですよね。こちらの98年のジャンプでも、この時はワンピースというのは、第53話サバ頭1号の時ですね、まあ、バラティエ編の時ですよ。そこで小田先生というのは、昔のレゴのカタログに今のよりでっかい海賊船を発見、あれはもう販売中止なの、レゴジャパンさーんとおっしゃってるんですよ。今小田先生がこんなこと目次コメントで書いたら、すぐにレゴジャパンさんは再販してくれると思います。まあ、とにかく小田先生というのはレゴがお好きなんですよね。その証拠に仕事場にもですね、レゴというのを小田先生飾っておられます。こちらも1998年に出版された本なんですけど、この中で小田先生のですね、まあ、昔のアトリエですね、仕事場が映るわけですけど、そこでもね、小田さんの好きなものがいっぱいと紹介されながら仕事場のね様子がこう映ってるんですけど、海賊船のレゴというのがあるんですよね。あ、こっちにはね、レゴで作った海賊船などかっこいい海賊グッズがたくさんあるぞとちゃんと書かれてますね。まあ、これがね、さっき目次コメントで言われていた海賊船だと思います。で、今のはまあ昔の仕事場なんですよね。で、今の仕事場にもちゃんとあるんですよね。それが載ってるのはこちらですね、メンズノンノです。が、まあ2011年の本なんですけど、ここではね、今の小田先生のアトリエですね、まあ、小田先生の机の上が映ってるところがあるんですけど、そこにはね、レゴで作ってあるティッシュケースというのがあるんですよね。これちょっと前のね、テレビでも小田先生のアトリエ映ったことあるんですけど、そのレゴのティッシュケースというのはその時もありましたね。あとおまけで言うと、ここではですね、木村拓哉さんが小田先生のアトリエをですね、訪れるという回なんですよ。で、そこでね、キムタクがね、座っているところの、この右下にあるの分かります？この1枚のね、これ CD ジャケットなんですけど、あるのがね、これパフュームなんですよ。で、パフュームといえばポリリズムですよね。で、ポリリズムというのが、頂上戦争がね、始まる時に七部会が集まったテーブルの上のね、ワインボトルにね、こう逆さまにすると、書いてあるというものなんですよ。ここがこう繋がってくるというとこなんですね。まあ、原作内でも、ワンピースの622話のカラーイラストですね。まあ、これというのは、ワンピースの単行本の64巻の表紙をね、カバーを外すと、裏表紙に載ってるという、東日本大震災へのこの復興イラストですね。っていうのも、レゴで作られております。まあ、昔からね、小田先生とレゴ、ワンピース
ースとレゴというのはちょこちょここう書かれていたというかね、関係があったわけですよね。それがね今回ね大々的に絡んでくるというところがもうたまんないですよね。まあね、あのレゴというのはデンマークの会社で、まあ、北欧ですよね、まあ、バイキングのイメージのところとこう重なりますので、まあ、結果的に見れば出てきても自然なような感じはするんですけど、それまでねエルバフといえばね、あのビッグマムの過去編で出たような羊の家とかね、ああいったものをイメージしてたので、このギャップがめちゃくちゃたまんないなというところでしたね。ナミがいる場所はエルバフなのか。はい、あの部屋どこにあると思います？まあね、まだ情報がめちゃくちゃ少ないので断定することはできないんですけど、最新話だけを見てつながる部分があるとすれば、最初に出てきたあの巨人族が飲んでいるお酒、アブさんですよね。まああれとつながってくる可能性もまあもちろんあるとは思います。アブさんというのは幻覚を見ると巨人族の戦士が言っておりますので、あのレゴの部屋というのはナミの幻覚でそう見えているというだけなんでしょうか。しかしですね、やけにはっきりした世界ですので、幻覚ではないと思うんですよね。そして幻覚であれば、ナミを呼びかけた人、まあルフィだとしたら、ルフィもその世界にいるということになりますよね。で、そうなってくると、その幻覚というのは、エルバフの戦士が仕掛けたことになりかねないんですよね。まあ内通者がいるとか。だけどね、その、今の段階では、それはちょっと考えにくいと思います。わざわざあの混沌のエッグヘッドに乗り込んで、そして守るためにこう連れ帰っているわけですからね。まあ幻覚というのはどうなんでしょうかね。しかしね、このルフィが呼びかけていたにせよ、ナミの目の前にルフィがいないというのは確かに怪しいんですよ。ナミだけ一人の世界に入っていて、外側から声をかけられたようにも見えるので、幻覚の線というのも確かに考えられると思います。で、今回の状況的にはおそらく、エルバフの船で、まあみんなで宴をしていましたと。そして飲み疲れたので、その人たちというのはサニー号で休憩することにしました。そして休んで寝てる間に、勝手にサニー号ごと、まあエルバフの船とね、別の航路で動いていってしまって、まあもしも幻覚ではないとするならば、まあ本当にレゴの建物に、レゴの部屋に入れられてしまったということだと思います。まあこれ何にせよ、ナミがいるのは、エルバフもしくはエルバフの近くだと思うんですよね。まあそもそもエルバフというのはウォーランドのエルバフという国ですからね。そのウォーランドの別のところにいる可能性も大いにあると思います。そしてあのレゴというものが気になりますよね。あれというのは誰かの能力なんでしょうか。それか巨人族のおもちゃとしてエルバフとかエルバフの近海の国ではまあポピュラーなものなのかもしれませんよね。まあ巨人族と人間族というのはまあシャンクスであったりルフィを見てもまあ交流がね少なからずあるので、エルバフに人間族が来た時にまあ過ごしてもらう施設みたいなものをレゴで作っていると、まあ、人間のねサイズに合わせたものを作っていると、まあ、そういった可能性もあると思います。まあ、個人的にはね能力というよりもまさに巨人族が人間族をねエルバフに招待するときにブロックで作ったようなね施設というものがね実際にあるんじゃないかなと思ってます。ビッグマムの過去編っていうのは結構前なんですよね。でそこからねエルバフというのもいろいろ変わってるんでしょうから、おもちゃというものがね、まあ、普及してレゴ職人みたいな人がエルバフに行っておもちゃを広めたみたいな文化があれば全然こういうことも可能ですよね。そして今回のあの波の件、大きく可能性は2つあると思っておりまして、1つ目がロキ王子のいたずらなんじゃないかですね。まあロキというのは北欧神話に出てきていたずら好きの神様として有名ですよね。なのでサニー号がはぐれてエルバフの近海に流れ着いて、それを見つけたロキ王子というのがいたずらで人間族用のドールハウスに、まあ、入れている場面と、そしてロキ王子というのはローラに婚約をね申し込んだと求婚した人物でもあるので、未だに結婚相手を探している可能性もありますもんね。なのでナミという人物を見て、それか手配書とかで一目惚れしてやっと見つけたということで、まあ、自分のものにしようということで巨人族にある、まあ、人間族用のドールハウスみたいなものにナミをとりあえず入れて、まあ、収監してると、自分のものにしようとしていると。まあロキ王子が未だに結婚相手を探しているのであれば、この線も十分に考えられると思います。そして可能性の二つ目としては、ちょっと前に出てきたエルバフのシルエットの男の仕業ですね。エルバフの海岸で恋と言ってお酒を飲んでね、なんか編み傘をかぶってるんじゃないかと言われているシルエットの人物ですね。であの恋というのもルフィのね冒険でエルバフによるのを純粋に待っているというよりは、もうちょっと挑戦的な感じですね。お前らは俺が引き寄せてやるみたいな感じで実は言っていたと。そしてその時サニー号が見えたので自身のね能力か何かで引き寄せたと。であのシルエットの人物というのは火の傷の男なんじゃないかとも言われますよね。でもしも火の傷の男であれば黒い渦をね起こすことができるわけですよ。つまり海流をおそらく操ることができるので、サニー号をその能力によって自分の元に引っ張ることができると
いうのはですね、火の傷の男であれば可能な感じがします。まあ、何にせよ火の傷の男もロキ王子も麦わらの一味にとってちょっと厄介な存在っぽい感じがしますよね。それかあの場所というのはエルバフというよりもエルバフの近くのもう一つのねウォーランドの別の国という可能性もありますよね。というのもね、あのレゴのね造形というのがエルバフとやっぱりちょっとギャップがあるので違う国の可能性もあるなと思いますね。まあでも波の服っていうのはねちょっとエルバフっぽいというかバイキングっぽいので、まあ似たような文化もあるけど全然違いますよということで、まあ隣国ですよね、違う国、横の国が描かれてそこに実はね行かせられていると。そしてエルバフとその国の隣国問題というのがエルバフ編で争点になってくると、そういうこともね十分考えられると思います。サニー号組は仲間の印組。今回の冒頭では麦わらの一味というのは全員エルバフの船で宴をしていたんですよね。それが最後になるとエルバフの船に乗っていたのはブルック、ロビン、フランキー、ジンベイ、まあこの4人が心配しているという描写が描かれました。なのでこの4人以外がサニー号に乗ってはぐれているとするならば、サニー号に今乗っているのはナミ、ルフィ、ゾロ、サンジ、ウソップ、チョッパー、この6人になるんですよね。なかなか珍しいというか懐かしいその組み合わせというかね、分け方ですよね。エルバフの船に乗っているのはまあアダルト組と言っていいでしょうか。それかまあ後半に仲間になった組と言ってもいいでしょうかね。でまた別の視点で考えると、このサニー号に乗っている6人というのはアラバスタを一緒に冒険したその仲間の印を掲げた組でもあるんですよ。なのでもしかするとビビの行方も今気になりますよね。ビビがどこと合流して誰とね今後過ごしていくかみたいな展開というのも気になるところでありますので、まさにねその仲間の印組がビビと合流して、まあビビも仲間の印掲げてますからね、そこで新たな展開が生まれ出していくということなのかもしれません。しかしこうなるとめちゃくちゃ熱いですよね。麦わらの一味にまあビビももちろんそうだし、あのワポルも合流するんでしょ。そしてモルガンズと、モルガンズなんかねルフィの行動をそばでね見ておきたい、ニュースをすぐに捉えたいと思ってるでしょうし、ルフィが海賊王になる、世にいろんな影響力を持つという観点から考えても、モルガンズの近くにルフィがいるというのはここからルフィがね飛躍する大きなきっかけになりかねないじゃないですか。そういう意味でもね、このサニー号ではぐれた仲間の印組というのが同じく仲間の印を持っているビビたちと合流するというのはめちゃくちゃ熱い展開だと思います。このエルバフ編というのも絶対に想像もしないような合流というのがありますからね。エッグヘッドもね最初こんな風になるなんて一切思わなかったわけじゃないですか。なのでエルバフというのも思いもかけないような人物たちが一緒にエルバフを冒険することになったりだとか、思わぬ勢力がエルバフに乗り込んでくるというのはある意味想像もつかないけど確定事項みたいなところありますもんね。はい、どうなんでしょうか。皆さんが思うあのナミがいたレゴの部屋なんだと思います？幻覚のような感じもするけど、いやなんかもうちょっとちゃんとしたものというか施設というか、そういうものが現実にあるような感じがするんですけどね。はい、どうなんでしょうか。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。